われます。今夜の現地ですが晴れの様子、両チームいいコンディションの中今夜のマッチを迎えました。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ前半見ていきましょう。ジョホールダルルタクジム対スパルタプラハ、サイドを紹介します。皆さんから見て右に攻めるのがジョホールダルルタクジム、画面右側がスパルタプラハ。組み立てながら攻め上がっていく。ムバッペ、ここですね。ムバッペからのパスは通りませんでした。ジョホールダルルタクジム、カウンターを仕掛けます。ここでファールがありました。注意に終わります。シュートもあります。細かくパスをつないで攻め込んでいきます。ここはキーパー処理しました。メッシからのスルーパス、このパスに追いつけません。チュアメリ、ロナウドへ、このボール奪いに行きます。裏へのスルーパス、飛び出した、シュート決まった。先制、得意としているカウンターでのゴール、素晴らしい崩しでしたね。得意なカウンターが決まりましたよね。やっぱり普段から選手同士でイメージの共有ができてるんでしょうね。見事な展開でしたよね。さあスパルタ、どんなにゴール、うまく飛び出してシュートまで持っていったんですが、これは決まりません。足元ではなくて、やはりこう少しスペースに出してるボールがね、非常に効果的ですよね。またファールか。クリスティアーノ・ロナウド、先ほど犯したファールでイエローカードをもらっています。ジョホール・ダルルタクジムがこの早い段階で点が入ったことについてどうご覧になっていますか。いい形で攻めてますよね、立ち上がりから。さあカウンターのチャンスになります。セードルフ、カットに行きます。ムバッペからチュアメニ、エンクンクから左へ、このボールはソン・フンミン、抜けてくる、マテウス、メッシからルンメニゲと、これはさあここでカウンター、ここは競り勝ちます。インターセプトを狙う。さあソン・フンミン、アレクサンダー・アーノルド、これはいい守備です。あそこまでゴール前に人が集まってしまうとシュートコースがなくなってしまいますよね。つながりますと、ボールはマテウス。さあカウンター、スピードを上げたいところ、スペースを狙う、これはつながりませんでした。メッシがパスを出しましたが意図が合いませんでした。シュート、いやー、よく反応しましたね。キーパーファインセーブでしたね。よく止めましたよね。相手の速いカウンター、これをなんとかしのぎました。そうですね、今のカウンターを食らいましたけども、攻めてる時こそ相手はカウンターの準備をしていると思った方がいいですよね。まあ、そういう意味では嫌な時間帯や局面でボールを失わないことが大切ですよね。メッシ、ここからですね、空いてますからね、縦行きたいところですよね。ランパード、ランパードから左サイド、エンクンク、さあカウンターを仕掛けます。アラバ、このボールをカットします。さあ左サイドへ、裏へ届くか、
さあマテウス、ルンメニゲ、メッシへ抜けてくる。シュート、これはキーパー。さあこぼれた、あと来た、これはシュート。いやーキーパー素晴らしいですね。あの位置からのシュートでしたけどもね、素晴らしいですね。見事なプレーでチームを救いました。ジョホール・ダルルタクジムはコーナーキック2本目。メッシー奪いに行きます。さあシュートまで行けるか。ここから打った、高い位置で奪ってのシュートでした。しかしディフェンスとしてはヒヤッとする場面です。スパルタプラハ、今のは攻守が一転して逆に危なかったですね。こんなチームが相手の時は攻めている時こそ危険なエリアをケアすることが必要ですよね。ただ攻撃をやりきってしまうクオリティはさらに求められるでしょうね。メッシー、さあ一気にカウンター、メッシー自分で行く。メッシーからルンメニゲ、ここで笛、前半が終わりました。前半終え1対0。北澤さん、ここまでについて何かございますか。スパルタプラハとしては持たされて中盤でカットされてやられているという印象がありますよね。ジョホール・ダルルタクジム対スパルタプラハ、ジョホール・ダルルタクジムがまずは1点先制して後半へと向かいます。Substitutions taking place. 後半スタート。ジョホールとしてはここで守ろうと思ってしまうと向こうにペースを握られてしまいますからね。なるほど、そのあたりゲームの進め方は慎重にいきたいですよね。ジョホール・ダルルタクジム、カウンターを仕掛けていきます。あ、厳しくプレスに行ってますよね。チュアメニからムバッペ、このパスを受ける、カウンターですよ。ジョホール・ダルルタクジムはハイプレスからのショートカウンターが特徴かと思うんですが、このゲームでもそのあたり注目ですね。そうですね、ショートカウンターは奪ってからのトランジションでどれだけ早く連動できるかが大事になるんですよね。なるほど、しかしそれにはやはり選手の運動量が求められますよね。そうですね、シュート決まった、追加点、大きな追加点、これは見事なカウンターが決まりました。北澤さん、どうご覧になりますか。いや、迷いのないカウンターでしたよね。奪ってからの展開も早かったですし、ちょっと相手はついてこれなかった感じですかね。見事でした。さらに1点を追加し2対0としています。ジョホールとしてはイメージ通りの展開じゃないですかね、はい、これで余裕を持ってプレーできますし、チームにとっても重要なゴールになったんじゃないですかね。このままシュート、カステールス、こぼれます、残せるか、危ない、あー、これファン、取らないですか、レフリー、固いディフェンス、エンクンク、スペースウェブ、ジューレからムバッペ。スパルタプラハとしては先ほどからもう前線に選手が残ってますよね、はい、守備の数的不利なリスクを背負ってても点を取りたいんでしょうね。そうですね、カウンターに対するレスポンスは早いですよね。早いですよね、また相手ディフェンダーを低い位置に残せるメリットがありますからね、はい、北澤さん、ここまでご覧になっていかがですか。ジョホールとしては無理に行く必要はないんですよね。しっかり守ってカウンターを狙う形でいいと思いますけどもね。メッシ
決まった、追加点。さらに突き放します。これで3ゴール差。ゴールに吸い込まれるような素晴らしいシュート。とっさの判断かと思うんですけどもね、空いているコースを見逃さずきっちり決める、いいシュートでしたね。メッシ今日2点目です。3対0と圧倒的な強さを見せつけるゲーム運びに今日はなりました。いや止まらないですよねこの勢い。さっきのゴールをきっかけにチームとしての連携が出てきた感じですよね。はい、セードルフカットに行きます。メッシからルンメニゲ、アレクサンダー・アーノルド、このボールに触ります。裏を狙う。さあカウンタースピードを上げたいところ。ここでマッチアップ、ダビッツ、スペースを使う、いいとこ入りますよ。ここは間合いを取る。ゴール前ちょっと混戦状態でしたからね、シュートコースがなかったんじゃ。シュート、ディーダのセーブ、こぼれた。アラバ、このボールをカットします。さあムバッペ、オフサイドになります。両チーム同じタイミングで動いてきます。さあ左へ預けて抜けてくる。この辺の駆け引きは注目ですよね。さあゴールに向かっていくネイマール、まだある。これを読んでいた、スパルタプラハ。カウンターを仕掛けます。リバラからムバッペ、ネイマール、これはよく戻りました。フェイント、インターセプトを狙う。さあこのセカンドボール、デミチェリス、ここは奪います。さあここでカウンター、ネイマール、ここかわす。フェイントを入れましたが抜けません。デブライネ、ポーランドから右へ、丁寧に足元を使う。ここは対応します。カウンターですよ。スコールズ、セードルフ、柔らかいボール、このパスが抜ける、抜けてくる、残ってる、ネイマールに渡る。ダビッツ、ムバッペ、これは届くか。さあカウンターのチャンスになります。ここ来ましたよ、自分で行く。足元大事に行きます。カフー、流れを止めます。アーチのようなパス、チアゴシウバ、ここはカットします。ここで笛です。